どうも皆さん、こんにちは、フォーでーす。今回は BMNG で魔改造をやってみました。こちらが普通のパトカーなんですけど、これを魔改造すると、おーすげーめちゃくちゃかっこいいめっちゃ強そうになったぞ。これはもう史上最強パトカーが完成しちゃいました。これで逃走者を吹き飛ばすことができます。今回の魔改造はこれだけではありません。ご覧ください、ロケットが2つもついてます。これでめちゃくちゃスピードアップするはずだ。一体どれほどスピードが出せるのか見ていきたいなと思います。それでは出発しまーす。このまっすぐのところで走ってみよう。見えない、前が全く見えないんだけど、これはそしていくぜー、ロケット噴射、やーべー、うわー嘘だろ、めちゃぶっ壊れちゃった。もう一回こちらからやっていきたいと思います。ちょっと慎重にアクセルを上げていって、おーすげーやべーちゃんとロケットつながってます。いくぜー、400キロ超えてる、これは世界一速いパトカーだ。さあもう一回400キロまで飛ばしてみたいと思うぞ。いくぜー、300キロ超えた、よしいいぞ、400キロ超えた、450はいってたんじゃない、うわめちゃくちゃぶっ壊れた、ドーンバラバラになっちゃったよ。目の前に獲物発見、行くぜ、突撃せよ、どうなるんでしょうか、ドーンすげえ浮き飛ばしたなんてことだ、めちゃくちゃボロボロになった。つけられたパトカーは完全に燃えてしまってます次は逆走だ、パトカー VS パトカー、うおー吹き飛ばした、いくぜードーン、つえー、やっぱり最強、うわーロケット落ちちゃった、嘘でしょ、あでもこっち側は残ってるわ、あーちょっと待って動かない、もう動かないよじゃあ次はこの状態でぶつかってみたらどうなるんだ、ドーン、うわーかなり運転席にダメージあるんだけどこれはちょっと待って、実用性なさそうだね。さあ行くぜー、突撃、ドーン、すげーパトカー3台まとめて破壊、うわーやばい、僕のパトカーもひっくり返る、うおうおおっとなってる、よしよかった、なんか地面に突き刺さっちゃってるよ浮いてる、動かなくなってしまった、いくよー、400キロでぶつかってみた、うおーバーイこっちもそれなりにダメージ食らってるよ。そしてこの先にはあーぶつけられなかった、ここからめちゃくちゃスピードアップして前に並んでる車たちを排除してみたいと思います。ドーン、うわー一瞬すぎて何が起こったかわからなかった、めちゃくちゃスピード出るね、いくよー、400キロ出るでしょう、これで400キロでぶつかるすげー、もうちょっとぶつかっただけで大ダメージだね、ドンこの車もぺちゃんこになった、まだロケットついてるぞ、あロケットだけ飛んでいっちゃったお次はこちら、消防車がなんと10台も並んでます。パトカーはここに突撃して突破することはできるんでしょうか。それでは突撃いくぜ、300キロで突撃です、ドーン、うわー無理かー突破はできそうにないけど、すごいぞ、4つ目ぐらいまでいったね、うわーぺちゃんこなんてことだ。さらにスピードアップするために別の場所からね出動したいと思います。ここからならかなりスピードアップできるぞ、ただちょっと若干曲がってるので気をつけないとね、いくよー、すげー400キロ出る、400キロ出てる、どういてー、そこに止まんないでよーしやったー、1台目完全に破壊できたんじゃないこれすげー、
消防車はやっぱりめちゃくちゃ強いね。なかなか突破するのは難しかったです。じゃあちょっと次はこちらの装甲車くん頑張ってもらいたいと思います。君ならどうなるんでしょうか。この装甲車めちゃくちゃ強いからね、消防車の10台ぐらい飛ばしてくれると思います。どうなるんでしょうか。ただちょっと操作が難しい。まっすぐ動いてくれーとー、すげー、装甲車強ー、マジかー、さすが装甲車だね。すごい消防車を吹き飛ばすことができたぞ。ただ装甲車でもこの10台を突破することはできなかったどんだけ頑丈なんだ消防車の盾。いっけードーンめっちゃぶっ飛んだ。あー、消防車にはさすがにかなわなかったよ。次はなんともスーパーカーにロケットエンジンを搭載してみました。これはすごい魔改造だぞ。ただでさえめちゃくちゃ速いスーパーカーが一体どれぐらいスピードが出るようになるんでしょうか。多分1000キロは出るようになるんじゃない。このねちょっとアクセル踏むだけでロケット噴射がやばいもはや日常生活でこのスーパーカー乗ること無理だぞ。いくよ。うおー、やばすぎー、めちゃくちゃ速いわー、嘘だろー、うわー、えめっちゃぶっ壊れた。このちょっと車内視点でどれぐらいのロケット噴射がすごいのか、メーター上がるのかな。うおー、やべえ、なんだこのメーター、見たことがない、うわーすっげえうっとんだそれではスピードテストをやっていきたいと思います。はやー、400キロ超えた、500キロ超えためっちゃ綺麗に壊れた。これちょっとでもね、ハンドル操作をミスったらもう終わりだからね、一瞬で。おー、600キロいってた、すげえ、やっぱこれ1000キロはいくね、うまいこといけばただそんな長さがないから、めちゃくちゃボロボロになったよ。次はこちらのレゴ車、なんと15台も揃ってます。これを突破することはできるんでしょうか。まず最初はこちらのスーパーカーでいきましょう。いくぞー、3、2、1、ドーどうかー無理かー、さすがに突破することはできなかった。もう一回試してみよう。さあもう一度挑戦したいと思いまーす。おー、400キロー無理だね。たとえ400キロでぶつかったとしても、レゴ車15台を吹き飛ばすことはできませんでした。バラバラになってる。じゃあ次はね、パトカーでぶつかってみたいと思います。パトカーなら吹き飛ばせるはずだ。頑張ってくれよー。行くぜー。加速ー、いっけー、スローモーションでぶつかってみよう。ドーンすげー吹き飛ばした。マジか、無理なんだ。この最強パトカーですら全然いけてませんよ。こっちのレゴ車なんかノーダメージなんだけど、やはり15台も潰すのは難しかったみたいだね。それではこのスクールバスのロケット仕様でやってみようかな。さあどうなるんでしょうか。いくぜー。あー、スクールバス重たいのか、あんまロケットついてても全然加速しないね。ドーン、やーべ、強いよ、めちゃくちゃ強いな、すげえ、なんてことでしょうか。もうバラバラになったね、強すぎる、バス最強。それでも15台目はまだ生き残ってるぞ。それじゃあみんなでレゴ車を壊しに行きたいと思います。突撃せよ、バスまず最初に行ってくれ、いっけー、突撃ドーン、イヤホーイすげーぞ、バスさすがだ。ただこのパトカーはもう大丈夫、うおー動けー、パトカーはもう無理です壊れかけです。そして待ちなさーい、逃げてるぞ、行くぜー、突撃ドーン、まず1台目やったぞ。
次は2台目を追いかけよう。こんなパトカーが追いかけてきたら怖すぎるよね。うわー、めっちゃ逃げていってるね。逃げられないぞこのロケットパトカーからは。エゴ車の走行音でかすぎるね。おお、見つけたー、追いついてきたぞ。エゴ車は見つけたー、あそこにいたか。そして絶対追いついてみせる。いくよー。ただこれちょっとスペード出すぎて運転むずいんだよね。ちょっと待って、ブレーキブレーキブレーキ、うわ跳ね飛ばされた。さあそして今レゴ車見つけたー、めちゃくちゃ近くまで来てるぞ。なんとか追いついてきたんだ。よし、やったぞ。待ってくれめちゃくちゃ運転うまいね。なかなか捕まえられないけど、この先はかなりまっすぐになってるね。よーし、そこまで安全運転だ。そこから先はよし、いいぞいいぞいいぞ。ようやくまっすぐな道になったね。やったやったやった。そしてここから先はロケット運車が使えるぞ。どこにいるんだ。めちゃくちゃ逃げ足早いね。いた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 。待ちなさーい、逃がさないよ。ようやく広い道になりました。まずは1人目と、やった。めっちゃぶっ壊れた。さあ最後の1人はぶつかっていきます。ドーン、イエーイ。すげえ。うわー、僕のパトカーもぶっ壊れたわ。ということで、チャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。それではさよなら、バイバーイ。